はい、今日はインテックスのプールを買ってきました。プールと一緒にフィルターポンプを買ってます。で、今回のプールはかなり大きくて 2.6m×1.6m×65cm って書いてあるね。ここにお水の入る量が書いてるね。2282リットルだってまあ2トンだよねお風呂10回分ぐらいかなで、フィルターポンプは 100V 電源で動きます。こんなフィルターが入ってるんだね。まあ綺麗なお水で泳ぎたいよねすごい大きいね、プールね。じゃあセルちゃん、これでプールで泳ごうかな。うん、はいはいはい、じゃあ早速組み立てていきたいと思います。で、こんな感じでフレームで組み立てていくんだね。で、説明書もついてるね。だけど中は日本語あった。そうだね、日本語のページもあるね、ちゃんとね。で、これは飛び込んじゃいけませんよっていうことかな。で、ちゃんと大人は見といてねっていうことだね。はい、組み立てできました。組み立てに1時間ぐらいかかったの。じゃあこれからお水を入れていきます。はい、プールの下にはアウトドア用のシートを敷いてます。足の裏痛いからね。こういうビニールのプールよりも素材がしっかりしてますね。はい、てるちゃんがプール入ってます。よし、てる行くぞ。はいはい、恐竜入ったあれおい恐竜いらないの。あ、てる、お水が、シャワーが。何やってるの、てるちゃん。何って。アンパンマンのおもちゃで遊んでるの。てる、顔つけれるの、お水にバシャンできるの。わあ、できた。てる、バタ足できるの。てるちゃん、バタ足して。てるちゃん、ワニさんやって。ワニさん、さあ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 、ワニさん。お、泳いでるねお、もう一回泳いでみよう。お、できたできた、浮いてるあれ、後ろに泳いでるのあれ、後ろ向きに泳いでるのはい、6ヶ月のリナは初めてのプールです。スイマーバーで浮かんでます。はい、じゃあ今日も終わりです。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。